マイクロバス、マイクロバスとは日本においては小型のバス、中型自動車のことを指す。英語ではという。元はトヨタ自動車の商品名であったものが定着し、一般名詞化したもの。各々に固有の社名が与えられる前はライトバス、ライトコーチなどと呼ばれていた。一般的に中型自動車、ハットンの枠内の大きさ。 車両総重量8 0 0 0ラム未満かつ最大積載量が5 0 0 0ラム未満の車体に乗車定員を11名から29名までに設定しているバスのことである。これは1970年以前の普通自動車の規定に基づいており、それまでは大型免許を要さなかった。以後2007年までは車体としては普通車の範囲であっても定員の規定により大型免許を要した。 なお、マイクロバスの車両を乗車店員10名以下、車両総重量 8000kg 未満に改造するなどして登録し、中型自動車8トン限定免許でも運転ができるようにした車両、キャンピングカー、外線車等は寸法や外観が変わらなくても通常マイクロバスとは呼ばない。日本のマイクロバスは以下グループに対別できる。1950年代後半、 日本の小型トラック市場では、1.5トンから2トン、積みクラスのキャブオーバー型小型四輪トラックが、それまでのオート輪トラックに代わって普及して、行った。その過程で、それら小型トラックと、車種やドライブトレーンを共用する形で、バスボディを仮装した小型バスが、自動車メーカーの特装モデルとして出現したのが、起源である。 モータリゼーションが進展する過程でこの種の経済的な小型バスには一定の需要があり、当初特装車の一種として限定生産されていたものが、やがて各メーカーの量産製品へと移行する。こうして1960年代中期までには、部品の多くをトラックと共用しながらも、バス専用車種を持つマイクロバスのジャンルが確立された。現代までマイクロバスのほとんどが、 フロントエンジンリアドライブであるのは、これが標準であるトラックとの兼ね合いでもある。もともとは道路交通法施行規則で、大型自動車免許の乗車定員に関する制限規定が乗車定員30名以上となっていたので、マイクロバスは普通自動車免許があれば運転できる車両として普及していたが、1970年8月20日に道路交通法施行規則が改正され、 定員10名を超える自動車の運転には、大型自動車免許が必要となったため、マイクロバスも大型自動車として扱われるようになった。その移行時に、イクロバス限定大型免許の試験が、運転免許試験場において6ヶ月間だけ行われた。しかし2007年6月2日に、中型自動車免許の創設により、乗車定員が11人、以上29人以下のマイクロバスは、 中型自社として扱われるようになった。現在も日本でマイクロバスが特別に扱われているのは法令でレンタカー業者や個人が自由に保有できる車両の上限となっていること、運転免許区分において通常のバスのような大型自動車で履く中型自動車であること、税金、高速道路の料金区分の関係などが理由として挙げられる。旅客運送事業者以外のもの、 個人か法人格を持つかは問わないが自家用、大型バスを保有することは、保管場所があっても、いわゆる白バス、自家用バス営業防止の観点から、登録時に行政側から審査などを受けることがある。レンタカーにおけるマイクロバスは、乗車定員29名以下、総重量 8000kg 未満、車両重量 5000kg 未満の中板に、ナンバー要件のほか、 全長が7メートル未満という要件が付加されている。レンタカー以外の車両には適用されないため、前述の中板にナンバー要件を満たし、全長が12メートル未満であれば、はナンバー以外の中板にナンバーを付けることができる。2007年6月2日の同行法改正による中型自動車運転免許の項目追加により、11人以上乗れるマイクロバスは、 中型自動車として扱われる。運転には、8トン限定なしの中型免許、8トン限定なしの中型二種免許、大型免許、大型二種免許のいずれかが必要である。なお、車両の区分変更と異なり、前述のマイクロバス限定の大型自動車免許、第一種、第二種は、2007年の改正後も、中型自動車免許への格下げでなく引き続き、 マイクロバス限定の大型自動免許として存続している。定員が29名以下であっても、中長距離の高速バスに利用されている3列シートの車両は重量の点から大型自動車に区分される。また、マイクロバスでも、園児送迎用バスの場合、幼児の定員に3分の2を乗じた人数と運転手、引率教員との合計が30人以上の場合は、 大型自動車として扱われ、ナンバープレートも置いたになる、中型免許では運転できず、従来同利大型免許が必要となる。なお、2007年6月1日までに普通免許を取得したものは、改正以降、8トン限定付き中型免許保持者として扱われることになった。仮に、8トン限定付き中型免許でマイクロバスを運転した場合は、それまの、 無免許運転ではなく免許条件違反となる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。